ご覧いただきありがとうございます。今回はラリーガ第5節レアルマドリー対レアルソシエダのスタメン予想などについてお話ししたいと思います。試合はレアルマドリーのホームサンチャゴベルナベウで行われまして、日付が変わり明日9月18日月曜日朝4時キックオフの試合となっております。まずは今夏の移籍市場についてです。移籍市場がクローズする直前で、オドリオソラが滑り込みでソシエダに完全移籍で加入、左サイドバックのリコがヘタフェに1年のローン移籍と、ギリギリで動きのあったソシエダですが、噂されていた通りさらに数選手に動きがありました。まずはナバーロがカディスへ1年のローン移籍となりました。買取オプションはつきませんので一安心ということで、背番号は27番を着用することとなりました。ナバーロは今回の移籍について、本人は当初夏の移籍市場では残留したいと考えていたそうなんですが、ラリーガが開幕した段階で自分には出場時間がないことに気づいたと、出場時間の確保が一番大切だったと語っておりまして、まだ21歳の選手としては当然の考えだと思います。特に現在のソシエダは左ウイングに絶対的な選手がいない状況ですし、まだチームとしては定まっていないポジションですので、もう少しナバーロにもプレー時間を与えてもよかったのかなとも思いますが、前節のグラナダ戦ではオヤルサバルのセンターフォワードが好印象でしたが、今シーズン加入したアンドレ・シューバが復帰して、アンドレ・シューバがセンターフォワードを定位置にした場合、左ウイングはまたオヤルサバルとバレネツィアのスタメン争いが予想されると考えますと、ナバーロが武者修行を積むという選択をしたのは当然と言えると思います。来シーズン成長した姿が見れるように、今シーズンはカディスでの残留に貢献してほしいと願っています。続いてこちらも噂されていたフォワードのカリカブルと右サイドバックのアレックス・ソラがアラベスへローン移籍となりました。カリカブルは 2425 シーズンまで2年間のローン移籍となりました。また買取オプションが付帯しますが、ソシエダが希望すれば少し金額は高くなるみたいなんですが、ソシエダに呼び戻すことが可能な契約となったようです。カリカブルはラリーガ2部のクラブから人気銘柄となっていまして、いろいろなクラブからオファーがあったようなんですが、本人は一部クラブ以外移籍を考えていなかったということで、久保の恩師でもあるルイス・ガルシア・プラサ監督の下でプレーできるのは非常に良かったのではないかと思います。背番号9番を着用しますので、クラブからの期待も高いと思いますし、まだ20歳ですから、ここからアラベスで目覚ましい活躍を見せて、ソシエダから呼び戻されるような選手に成長してくれるよう期待しています。右サイドバックのソラは1年のみのローン移籍となるようで、買取オプションの付帯についてはちょっと記事では分かりませんでした。いずれにしてもソシエダの右サイドバックはトラオレ、オドリオソラがいますので、ソラが今回ローン移籍を決断したということは、今後ソシエダでの序列が上がらない限りは来シーズンも退団する可能性が高いのではないかなと個人的に見ています。今回の移籍市場ではすでにソシエダからアラベスにゲバーラ、ゴロサベルが移籍していまして、そこで今回さらにカリカブルとソラが移籍したことで、ソシエダから合計4人が移籍することになりましたので、アラベスとの対戦が非常に楽しみなのと、あとはゴロサベルとソラのポジションが同じ右サイドバックで被っていますので、ルイス・ガルシア・プラサ監督は2人を共存するシステムも考えているのか、はたまたポジション争いをすることになるのか非常に注目しています。まだかまだかと復帰が待たれるアンドレ・シューバですが、全体練習には復帰したものの、
今節のレアルマドリー戦には招集されませんでした。しかしですね、日本時間で9月21日木曜日朝4時キックオフ予定のチャンピオンズリーググループステージ第1戦のインテル戦にはもしかすると間に合うのかもしれないと、期待のできる状態までは戻ってきたようです。ただ焦って復帰してまた怪我を再発するなんてことはしてほしくないですけれども、これからチャンピオンズリーグも始まりますので、そろそろ実戦で見たいなと思っていますが、復帰はいつになるのでしょうか。こちらも非常に楽しみです。今シーズンの開幕前に前十字靭帯を断裂し電撃の現役引退となりましたダビド・シルバですが、無事に手術が成功したようです。このまま復帰に向けてトレーニングとなれば最高の展開なんですが、もちろん復帰するということはなく引退することに変わりはないんですが、ダビド・シルバは今シーズンソシエダには残るとのことで、指導者としてコーチ職に就くというわけではないようですので、試合への帯同はしないとは思うんですが、選手へのアドバイス的なことはしてくれると思いますので、ソシエダやティキタケがさらにレベルアップしてくれるよう期待したいです。続いてはスタメン予想になります。画面左側がホームレアルマドリーのスタメン予想です。レアルマドリーは 4-4-2 のシステムで予想されておりまして、前十字靭帯を断裂しているクルトワに代わりゴールキーパーはケパ、右サイドバックがカルバハル、センターバックがナチョとデュディガ、左サイドバックがフラン・ガルシア、中盤の底にチュアメニ、右にクロース、左にカマウィンガ、トップ下にベリンガム、ツートップがロドリゴとホセルが予想されております。続いて画面右側がアウェイのソシエダのスタメン予想です。ソシエダは 4-3-3 のシステムで予想されておりまして、ゴールキーパーがレミーロ、右サイドバックがトラオレ、センターバックがスベルディアとルノルマン、左サイドバックがティアニー、真ん中3枚が右にブライス・メンデス、真ん中にスビメンディ、左にメリーノ、前3枚が右ウイングに久保建英、左ウイングにオヤルサバル、センターフォワードにカルロス・フェルナンデスが予想されております。個人的にはカルロス・フェルナンデスがスタートで使われることはないんじゃないかなと、センターフォワードにオヤルサバル、左ウイングにバレネツヤが入るんではないのかなと見ています。あとは新加入のオドリオソラもベンチ入りしていますし、早速の古巣相手とはなりますが、短い時間でもいいので踊りよそらのプレーを見たいなと思っています。対するレアルマドリーは開幕4試合連続ゴールで、ここまで5得点のベリンガムは、もちろん脅威ですが、ベンゼマは中東に行きましたし、ビニシウスも怪我で欠きますので、ソシエダにも大いにチャンスがあると思います。昨シーズンのソシエダはレアルマドリーに1勝1分けと負けがありませんので、早速訪れたビッグゲームですけれども、攻撃的なソシエダを見たいなと期待しています。今回動画は取り上げられませんでしたが、開幕から4試合連続のマンオブザマッチという異次元の活躍を見せているティキタケは、先週の代表ウィークでも異次元の活躍を見せていましたし、もう今シーズンはどこまで行くのかなと、もうどんな選手になるのかなと、もうワクワクしてたまりません。昨シーズンはレアルマドリー相手にゴールを決めていますし、今節も古巣相手にゴールもしくはアシストを決めてですね、5試合連続のマンオブザマッチを見せてくれるのではないかなとめちゃくちゃ期待しています。ただこれからチャンピオンズリーグも始まりますし、先週の代表ウィークでの疲れももちろんあると思いますので、無理はしてほしくはないんですが、できればレアルマドリー相手に長い時間プレーをしてほしいなと、そんなティキタケを見たいなと思っています。私は今日早めに寝まして、朝4時のキックオフに寝坊しないようこれから備えたいなと思います。また試合が終わりましたら動画をアップしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。